皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。女性議員の川村、フルネームは忘れましたけども、市川ひろ子として報道ステーションに出てたでしょう。で、もともと水着のグラビアか何かで出てたんでしょう。あれほどやめといた方がいいと言ったはずなんですけども、結局議員になってから、あの自民党の人がね、早く結婚しろよっていう声が現場で上がっていたっていう、まあ、市川ひろ子に対してですよ。で、いやだから、まあそれ普通に、その所得税の控除で家建てる話とか考えたら、それしなかったら意味ないでしょ。結婚しなかったらどこに住むかは決まらないから、結婚相手によって。だからそれをなぜかテレビ局の人は、その議員さんの真っ当な意見を悪く言ってたんですけども、その頃からマスコミの人たちは、自分たちは結婚できたから、この際自民党を叩いてりゃいいや、金が手に入るからになってました。新聞とか売りたくて、視聴率とか欲しくて。それだったら本当のこと言ったらいい。報道ステーションの市川ひろ子は議員に川村として出たって、どちらが本名なんですかっていう話。古舘伊知郎さんもしかして偽名ですか。もう話の前提も全部めちゃくちゃで、古舘伊知郎さんのことをそういうふうに言えるようになるのも、古舘伊知郎さんがもう今65歳超えてませんでしたっけ。もうどちらかというと社会に出てきて、テレビの放送とかもう働いたらダメな年齢じゃないですか。若い人に仕事が回らなくなるから。竹中平蔵さんが大臣だった頃、経済産業省の2002年、実際サンプレスロッコに竹中平蔵さんが僕に会いに来て、喋ってます、で教えてもらってます。正社員の雇用者数はその当時から2400万人台分しかないんですよ。これが現実であって、今は多分もうちょっと減ってると思いますよ。どう考えても増えるわけないんですよ。だって2003年に個人情報保護法が出来上がって、でさらに特定機密保護法案とか出来上がって、もともと 2% ほどの出生率で人口横ばいだったんですよ。今出生率 1.27 で、もうすごい逆三角形で生まれてきてるんですよ、女性と男性の比率。まあこれは天の神様のその、まあ、神がかり的な力って言ったらいいんですかね。どこの国も男性と女性の生まれてくる割合が毎年大体同じぐらいの割合で生まれてきてますから、だからまあその辺のところは天の神様が作ったルール、もしくは宇宙を作った存在、まあ神様と言ったらいいんでしょうかね。もうそういうふうな存在の、まあルールのような気がします。でその市川ひろ子って呼んだらいいのか、川村って呼んだらいいのか、僕の横を通り過ぎた時に、手前の方、そこの坂のところでね、田尾駅の近くの大通りの方の、そこの手前で髪の毛染めたスーツの男2名がいましたけども、あっちの方が強いからとか何か言ってましたけども、君たちのその強い弱いってどういう概念。もう髪の毛染めてる時点で君たちが一番弱いよ。スーツ着てる時点で肝心絡みの中身がないから、人としての。もういいか、もう髪の毛染めてる人間も社会で働くんやめろ。海洋基本法違反や。もう会社がガタガタになる。結局川村議員ってフルネーム何でしたっけ。もう僕分からなくなってます。だから一時議員か何かだったんでしょう。で、すでにその報道ステーションで市川ひろ子だったっていうことがバレて、もう議員として出るなみたいな形になってます。それとも結婚できました。もう話もうめちゃくちゃ、その気象予報士として、まあ天気予報のアナウンサーっていう、まあ昔は日本語で天気予報士っていう呼び方で、一応国家資格だったんですよ。だけども今はもう、まあ
気象アナウンサーって言ったらいいんですかね。その1画面だけ出てくるでしょう。で、各テレビ局とか各新聞によって天気バラバラの時期って結構あるんですよ。天気予報ね。だから全員が統一したらその通りになるからバラバラにしといた方がいいんじゃないかとか、その水害が発生した時とかに、その現地に行かされて、その君たちがそういうことをテレビで言うからっていうことをね、コンピューターのシステムが言ったでしょう。で、現場行って、現場で叱られてる人たちいっぱいいますから。だから、その報道ステーション、昔から。で、報道ステーションでも、その天気予報のところだけ、一部分だけずっと使ってました。議員になってからテレビにの報道関係に出てくる人、それも偽名に名前変えて、それされてるから、もう話めちゃくちゃです。逆に、アナウンサーだった人間が議員になって、例えば、今の東京都知事の小池さんは、ワールドビジネスサテライトの初代キャスターだったらしいですよ。だから初代アナウンサーだったかどうかは分からないです。初代キャスターっていう呼び方と初代アナウンサーが今僕の中でごちゃごちゃになっている可能性があります。これもしっかりと調べてみなかったらわからないし、もうその時代の頃なんて、ね、小池さんを採用された人はもう引退されている年齢でしょ。小池さん自体が相当な年齢の方なんですから。神戸市出身の方ですよ。らしいですよ。だからどこからどこまで、その出身地とか出生地とか、出生地じゃないと本当はよくわからない。で、まあ、川村議員ついでに、まあ、女性アナウンサーで昔 TBS に小林麻也っていたでしょ。で、小林麻央が、日本テレビ放送も株式会社で出てたでしょ、アナウンサーで。で、小林麻也が自分のお父さんって言ってたメガネをかけたおじいさんだったら、サンダの方の、まあ、建築関係のところの事務所にいた人なんですよ。本当にその人がお父さんですか？この間見ました。スポーツカーを乗り回して、岡場駅の、その、トヨタのある角の交差点のところを、まあ、防音のマフラーですね。防音、暴れる方、うるさい音の方。もうスポーツカー全部それ。全部音うるさいから。まともなスポーツじゃない、スポーツ身勝手になってるでしょう。暴走族。ラリーカーとか F1 とか。もう速度で見たい。人殺してるからいっぱい。今まで。そういう職業に就いた人。現地の人たちとか跳ね飛ばしてるから何も。殺しと。業務上過失致死や。ちょっとね、小林麻央らしき人物が髪の毛染めていて、そこの田尾寺駅から北新清和台の方へ、坂上がっていって、消防署の裏手にある業務スーパーじゃない、ジャパンっていう、ストアがあるんですよ、店舗がね。まあ、そこのレジで、その死んだことになった後でね、髪の毛染めて見た人間がレジ売ってたんですよ。サンダーの人だったんですか？それとも西宮出身のまま、それとも神戸市民でした？阪神・淡路大震災の。いろんな人が、いや、まあ阪神・淡路大震災があったら、その現地のね、神戸市がどうなってたかっていうことは皆さん想像つくと思うんですよ。もうほとんどの人が裁判所で破産法を通すとか、そういうふうな話になってくるじゃないですか。だからまあ、経済的なところはかなり近辺の地域まで、まあ兵庫県として見ても、まあ西宮市もかなりの影響は受けてますから、経済的に。結局日本全体に影響を与えてたんですけども、近隣のところは神戸市から離れた、まあ、市という単位であれば、まあ、両サイドとかも近隣のところはみんな軒並み影響を受けますから。で、三田の方はね、1900三田市、神戸市の北にある三田市、
1970年代に人口は7万人台だったんですよ。それが、現在は、数年前のデータですよ、14万人超えてるんですよ、倍増してるんですよ。何がどうなってます？仕事があるわけないでしょう。なぜ家が建てれるんです？で、あの近辺のところで、一軒家で400万円の交付金が補助金がつくとか、そういうのを見たことあるんですよ。他でも見たことあります。行政一体何考えてるんです？話まとまらないですよ。めちゃくちゃしてることは。で、消費税上げる。じゃあもうこんなに建物建てたら無理や。空き家ばっかりや、新築の。もう小林、前や、もう市川博子は僕より年下や。僕の方が先輩、フルーツラパークで僕の後輩として、仕事して、それからテレビに出てるんだから。テレビ局のことは君に任せるって、なる人様に、その当時、皇太子殿下だったなる人様に言っていただいてますから。まず礼儀的な部分で、結婚式場とかであるフルーツラーパークのバンケットとかで働いたっていうことなんですよ。バーベキューコーナーに働きに来た人間と、披露宴とかで働きに来た人間は、ちょっと性質を分けていた部分もあるし、分けられていた部分もある。分けられていたという判断の方がいいでしょうね。で、ある程度のことは聞いていました。だからそこにあんまり正当性ないんですよね。だからテレビの報道を見たらわかるでしょ。嘘とかいっぱい混入されてるから。何だったのこれっていう話になるんですよ、最終的に。まあ本日もいろんなものをアップロードしてますけども、皆さん、チャンネル登録と僕は、YouTube にアップロードした時に着信利益が来るように設定してください。わからない人は、周りの人に聞くか、販売店の人に聞いてください。それしなかったら、ずっと状況わからないままになりますよ、皆さん。今日アップロードした内容でも、政府のその資料を基づいて説明してますから、法律名とか出して。もう昔からずっと同じ状況、手に負えないみんな。で、あの時フルーツラパークに集まった時の人間は、報道機関からまずしっかり固めようだったでしょ。だけども、何も話変わってないでしょ。それとも、その、河村議員って、市川博子の時にもうすでに結婚してました。それとも議員と、僕もよくわからないんですよ。だから、議員になってから、報道ステーションの市川博子として出てきたのか、もうみんなややこしくなるんですよ。もしば離れられると。責任問題もあるから。もうこの辺はもうむちゃくちゃ。ペットショップだけで4件。1件は閉鎖してるみたいです。少なくともね。で、最初から、モモ動物病院なんかいらない。オンタリオペットクリニックと、岡山駅の近くにもともと、ペットの、その、まあ、医者、医療関係のとこあるから、普通、一つの駅の区間、まあ、一区間と言いましょう。田王寺駅と岡山駅。普通一件あったとしても、普通なかなか見ないから、動物病院なの。生き物なんか買っちゃダメだなっていうこと分かるから。あれほど言ってたんですが、僕は二十歳ぐらいの頃にフルーツラパークで、もともと岡場駅の近くのエコーリアにそのペットショップができてしまったんですよ。それがテレビ局がペットが可愛いうんぬんとかを放送して、やっぱりそうなったんですよ。もうめちゃくちゃ一回この辺り、もういろんなところで野良猫を捨てに来た人間がいたのか、繁殖したのか、一回それ、まあ、どこの行政の人、まあ保健所の人だと思うんですけども、まあ捕まえた人とかは別かもしれませんけども、一斉駆除をしてますから。いや、だからペットを売ってる人間の方が今怖っていう声を聞かされたんですよ。小林前の声でね。もう当人の言葉の、責任。僕はしてることは、えげつないことをしてるのはペットショップの方ですよ。そんなことまでしてお金稼ぎたかったのっていう話になるから。
一回、有馬温泉のところにも、あの近辺のところで、なんかね、ドッグランのレースだとか、犬を競争させてだとか、変な、ものが出来上がっていて、どこの誰がお金出してたんです。そういう無茶苦茶なことしちゃダメですよっていうことを昔から言ってるのに、なぜ数年目を離した隙とか、ね、この辺りをまずしっかり固めないと。どこも開業なんかしちゃダメなんです。無理だから。他の店舗は潰れるから。オンタリオンさんも一回潰れた方。その最近、その小林麻耶のお父さんだと思われる人物がなぜスポーツカーでああいうふうな運転、前も何回か見かけてるんですよ。結局三段の人だったんですか、それとも西宮市の人。宝塚音楽学校っていうことになってくるんですよ。もう学校まで疑われるから。この辺のに人間だった、兵庫県の人間だったのか、東京都の方の人間だったのか、疑われるから。で、普通そんなに住所コロ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 変わったりしない。何か悪いこととかしなかったら。これが本当の話。銀行関係の人間だったらそういうふうになる。もともと1920年代の頃に銀行と証券会社に嘘があるっていうことで、要するに偽証罪とかそういうふうな形でアメリカの議会で言われてるんだから。認定されてるんだから。認定。だから本当は捕まった人いっぱいいたんじゃないの？っていうことなんですよ。で、スティーガル法とかが出来上がって、日本でいう、第二のスティーガル法が銀行法、日本の銀行法のようなものなんですよ。永遠に、そのみんなのお金で、勝手に開業しようとするから。誰がその許可出したの？いや、君がそこ行って働きなさいよ、倒産したらって。返すお金が、当てがなかったらって。わかった？自分で働いてみてって。開業なんかしちゃって無駄だっていうこと。これは本当のルール。それしなかったら、周りの調査もしないで、身勝手に店舗を出して、どっからお金を回してもらってるのか知りませんけども。で、歯医者さんも設備見たら分かります。ああ、これどっかからのお金の流れなかったら、これ無理だなっていうこと。別に責めてるわけじゃないですよ。それ歯医者さんは必要か必要でないかで言うと必要ですけども、だけど、この区間で10件もいらない。これは絶対おかしい。で、他にも総合病院、もともと、歯医者さんの、その、ところあるから。蟻の台の近くに、もう蟻の台の中かな、東蟻の台かな、アドベンチスト病院、総合病院があるでしょ？で、岡場の、その、藤原台のところに、まあ、北町か南町か、ちょっと、なんか、両方とも、なんか、範囲に入っているんじゃないかなとか、僕は思ってしまうんですけども、済生会病院だとか、港北病院も蟻の仲間町にあるでしょ。で、田王寺駅からちょっと離れたところにもう一つ港北病院あるんですよ。で、北へ少し進んでいくと、大きな、総合病院あります。かなり立派な。まあ、阪神・淡路大震災の後に作られたんでしょうね。まあ、総合病院一体いくつ作るのって、だから少し南の方行ったら大池の方にもありますよ。大池っていう池がある、あ、池じゃない、駅があるんですけども、まあ、大池っていう町名もあります。どうでしたっけ、唐戸台の辺りはなかったですよね、さすがに総合病院。で、もう少し南の方行くと、花山の方にもあったでしょう、総合病院。馬伏病院っていうところです。大池のところはちょっとよくわからないですね。なんか総合病院の横に老人ホームがありませんでしたっけ？それが結局、老人ホーム専門になったんでしたっけ？ちょっと僕もよくわからないですよ、詳しいこと。で、じゃあもう少し花山から南の方へ行くと、北スズラン台の駅の近く、まあ、スズラン台との間に総合病院あります。
また探したらどこかにあるんじゃないですか。神戸市北区だけでね。むちゃくちゃです、世の中。どう考えてもこんなにたくさん病院いらない。もうここ約4年か5年間の間で人口かなり減ってますよ。昨年で40万人ぐらい人口減ってますから、40万人台。生まれてくる人たち、プラスで生まれてきても、お亡くなりの方たちの数がそうなんですよ。で、本当は老朽化している建物とか解体とか入ったら、もっとお亡くなりになった人たちが発覚する方なんだと思いますよ。それは今日アップロードした内容とか、昨日アップロードした内容、ホームページ、淡井圭介の履歴の1番を見てください。1番を見たら、そこからアクセスできるようにはしてますから。要するに、2023年の9月26日や25日アップロードした内容。で、そういう欄を見れる人間にならなかったら、日本人のね、多くの大人の人が、もうほとんど9割以上の人見てもらわなかったら、無理だと思いますよ。現実よく分かってない人たちばっかりで、テレビのニュース見て、思い込みで動くから。だってテレビの報道機関が思い込みで動いてるんですもん。これが本当の話。で、大体、再放送のニュースとか番組。この間の朝鮮日本とかね。あれはもうかなり前からですよ、内容は。ベルストロカイブの話。25年ぐらい前からそうじゃありませんでしたっけ？もっと前からでした。一番最初、どこの大学の教授が行ったんです。もうそれもみんなもう分かんなくなるでしょ。その当時生きてた人じゃないと分からないっていう話になって、結局それ逃げるためにそうしたのか、エネルギー庁の人で分かります？話の状況。まあ、とにもかくにも、市川博子や小林真也、もしくは、河村議員、淡井圭介に電話かけれる？ちょっといろいろ聞きたいの。何がどうなっているのか。その小林真也のお父さんとか、その小林真央のこととか、テレビに出て何でもありの世界なんか絶対作ったらダメなの。本当のところ建築会社の人だったの。小林真也のお父さん。銀行の人で、建築業界の事務員をしていたっていうこと。で、なぜスポーツカーなんか乗ってるの。悪いことして若返りたかった。何わけのわかんないことしてるんです。あなたがいつ私に本当の協力をしてくれたんです、手助け。そういうことが本当は政府の方に発覚して、小林真央が、多分淡井圭介の強制わいせつされた時の証人だった人間を消そうとしたんだ、テレビ局は。誰がそうしました？小林真央死んだことに。証人消しだ、それだったら。証拠を隠す。証言ができなくさせる方法。だからそういう意味でも電話かけて、本当に。マスコミの人とかも伝えてくださいよ。政府の人たちも。言ったよ。電話かけてこなかったら、かけてこなかったっていうことは開示します。これ無理だって。この社会。GoTo トラベルキャンペーンなんかもうみんなどうでもよくなったでしょ。今度 GoTo トラベルキャンペーンって言い出した議員みんなメモしましょう。絶対そいつらその一族とか関係者議員にさせたらダメだっていうことを自覚しましょう。エネルギーなくなりますよ。石油の残存量問題、ガスとか。ガスなんかもう49年ないんですから。石油の7割が、天然ガスの7割が石油の揮発したものですよ。採掘しながら
一緒に揮発したものを採取しているのと、石油は完全に枯渇した地点がガスの採掘地点です。昔はなんか石炭の火力発電所を使っちゃダメだ、作ったらダメだみたいな運動がされてたでしょ。話逆ですから。石炭の方が今の使用量だとまだ100何十年分あるから、今の使用量ですよ。急にこれ変わったから、数字変わりましたから、東日本大震災とかで。もうとにもかくにも、皆さんチャンネル登録と、IKS が YouTube にアップロードした内容、着信登録しておいてください。皆さん対応のほどご協力よろしくお願いいたします。なぜ証言隠しを死んだことにして行ったのか。それしたグループ終わりですよ。この件。この件が終わるっていうことじゃないですよ。記録は残しておきますから。正直、これで何の返答もしてこない一族。前、小林麻耶が、僕の母親が亡くなったぐらいの頃かな、2019年ぐらいの頃に、その掃除の時に、なんか知らんけど、ここに来てましたけども、わからないから、自分から名前ならなかった。髪型が全然違うから、もうこれぐらいの髪の毛の長さになってたから。わからない、わからない。本人が、自分の名前、身分証明書を見せて、で、喋らないと。声出して。で、それで、最初、いろんな、多分誰かからの神がかり的な力とかも、コンピューターかもしれない。何かの作用があって、最初こっちは認識できないから、本当に。で、テレビ出てる時って、すごい気取ったような髪型してたでしょ？そういう髪型の印象があるから、わからない。普通の髪型とかになった時に。あと急に来るから。結局それだったら、ここの住宅を、の人間を通しての、横領側だったっていうことになるから、普通には IKS に電話してこなかったらね、強盗になるよ、本当に。以前もそういう話になったでしょ？自分たちも、テレビ局でそういう話、みんなに、周り人、観客は、合成グラフィックでした。周りの横に並んでた人は、そういう話してたでしょ。で、みんなで隠蔽に動いた。無理、本当に。自然再生可能エネルギーを3倍のスピードで加速させる。その記事も、今日見たけども、今日かな、昨日かな、見たけども、訂正、昨日か今日見ました。だけども、以前も流れてるから、わからない、本当のところ。河川水門開閉式ダム発電とかなかったら無理だから、安定性、電力の。雨の日とかに発電できるんだから、電力たくさん。その時に太陽光パネルの発電力はかなり低下するんですから、大幅に。ほらね、25年前に僕が言ってたこと何にも進んでなかったでしょ。みんな YKS 利用してテレビに出たりして稼いだりしてたからですよ。何人いました？淡井圭介と結婚話してテレビ出た人。赤井珠緒さんもそうなんですけども、赤井珠緒さんが出ていた大学、神戸市兵庫区の、えぎ山っていう山があるんですけども、湊川中学校の近くですね。そこの近くに女子短期大学だったのかな、あったんですけども、もうだいぶ前から消滅してますからね。大学なんか意味ないっていうことが分かったっていうことで。これ以上、嘘言う人間が増えたら困るから、もう大学なんかいらんわっていう話になってるんですよ。だいぶ前。絶対10年以上前。山中教授の件は今日 YouTube にアップロードしました。iPS 細胞。昔からの嘘。もうとんでもない顔になってるから。多分変になって、かなり変になってる。多分その人はそれだと思う。で、あの人本当は防衛服着てた方。
まあ、今頃過ぎた水脈とかいう名前で、ね、保衛服を着てた人、国会議員か何かになったんでしょう、議員に。あの人どうなりました、今頃。ね、みんな自分の名前すらしっかりと表立って公表する勇気もないんだったら無理ですよ、この社会。警察官の警察手帳、本当は自分の運転免許証入れといたらいい。さすがにそこに嘘はないから。その辺の話も昨日アップロードした内容で言ってるから、永田っていう警察手帳、永田町の話。自分の名前を名乗らない方法。無理やわ、この世の中、本当に。で、カジノが作られようとしている。5000億円以上、三井住友銀行が出資して、アメリカのカジノの企業は5、あれ企業じゃなくて、どうせ銀行でしょ。いや、だから企業を通して、アメリカの銀行が出資してるから、もう同じことしてること。フィナンシャルグループ見たらわかる。せっかく法律作っても何にも機能してない。エネルギーの残存量問題に対して、カジノなんかいらない、いらない。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンをなんとかするのに、日本のアニメ業界、漫画業界が乗り込んでなんとかした方。僕は言ったの。僕は提案したの。あっち側とかこっち側とかそういうことじゃないんです。その人たちが身勝手に物事を決めないでください。淡井圭介側かどうか。自分の名前すらもうしっかりと名乗れないような人、無理です、この社会。まあ、僕、一応最近また、運転免許証の周りに一応働いていたホテルの名札ぐらいは、ある程度の、掲載するような形で写真に写しておきましたけども、右上の方ですからね、誕生日。更新日の方を、僕の誕生日だと勘違いしないでくださいよ。9月9日と。それ、更新日、運転免許証。8月9日、誕生日。右上のちっちゃく書かれてます。昔は大きかったんです、誕生日のところ。なんかその時点で、何か運転免許証で本当のことの隠蔽をしようとしているような運転免許証になってしまっている。とは浜崎あゆみも本当は陽気な人間でした。神戸市に。現在名称、夢の小学校。僕が通ってた時は東山小学校という名前でした。あの時、6年生の時に廊下側の前から2番目の席に座ってたでしょ。小林麻耶も違う学年の時に、僕は4年生の頃かな、東山小学校に来てたでしょ。で、2人とも共通して言えることは、その当時から髪の毛染めてる。海洋基本法違反の方。で、浜崎あゆみの ABEX グループって言ったらいいんですか。あそこに変な住宅建てました。もう今解体してなくなりましたけども。変な形の家。本当はエネルギーの残存量問題だから余計なことじゃダメなの。そんな余計なことする暇あったら、淡井圭介に給付金払ってあげたらよかっただけ。で、本当のことを話しましょうってそういうこと。どこの出身地の人なの？最初長崎県だったでしょ、あなた。出生地、浜崎あゆみ。出身地が福岡県になってますけども、今頃福岡県の議員になってしまった方、選挙区の話で。それとも、淡井圭介の誕生日が8月9日だから、長崎原爆投下の日だったから利用した？どの話が本当？本人から聞きたい。事情を。ね、歌姫って呼ばれてた人で、真面目な人一人も見たことあります？アムラーとか、
アムロナミエっていう人ね、僕と一応同い年だったか一個上ぐらいだったと思うんですけど、同い年だったような気がしますけども、僕は学生の頃から CD が出されていたから本当は年上だったんじゃないですか。年齢偽証してたでしょ。違います？世間にどんな悪影響を与えたか分かってますか？二人とも変なメイクをした人たち増えましたよ。でそういう人たちってエロ業界に出てる。絶対無理。とりあえずね、音楽関係の人たち髪の毛染めるのやめてもらえます？あとメイクしないでテレビ出てもらえます？歌詞と曲で本物かどうか見極めたいんです。僕はいつもそういうふうな形で見極めてます。僕と同じぐらいの年齢の頃のバンドマンの方たちで、まあ、残念ながら髪の毛染めてしまってる人たちがほとんどだったんですけども、もし髪の毛染めてなかったらほとんどのグループは、まあ、僕のホームページからアクセスできている曲の、まあ、9割ぐらいは、まあ、素晴らしいと言ってもいいと思いますよ。いろんな事情込みでですよ。そうじゃなかったらちょっとこの歌詞どうかなっていう部分ありますので、今の世の中で見た時にね、その3分の1以下の人しか結婚出産までもうたどり着けなくなった世界で、今のその歌詞聞いた時、もう僕と同じ年齢で僕のような人生を歩んだ人たちとかはね、それ聞いたらこう涙目になったりとかね、そんな方法で、まあそのバンドマンの人たちに言ってるんじゃないですよ。一応これ言っておけば、今後の人たちがどういうふうな前向きな歌詞書いた方がいいのかなっていうことになってくるから。で昔ね、これは矢沢永吉さんやキャロルというバンドの人たちを非難するわけじゃないんですけども、やっぱりね、矢沢永吉さんの曲って悲しい曲が多いんですよ。でなぜかって言ったら、すごい昔活躍された人で、第二次世界大戦があったでしょ、1944年代に。で、ね、その何年後かに活躍された方で、第二次世界大戦が日本として終わった年ぐらいの頃に生まれた方か、実際戦争、いや生まれたぐらいの方でしょうね。戦争終わったぐらいの頃に生まれた方でしょうね、年齢的に。やっぱりそういう時代背景ありますから、ちょっとね、前向きな曲じゃないと、みんなこう気持ち的からしてちょっともうこれ先進諸国全滅するわっていうことがなんとなくもう分かってきたでしょう。現実的にエネルギーの残存量問題でね、世界国税税で僕が言ってることとか、ホームページ淡い計算の利益の36番、9月15日前後に記載した内容、早い人だったら、文字だけだったら5本あったら読めます。で、そこでね、YouTube にアクセスできるようにしてますけども、そこで述べてる内容もあんまり長くないですよ。簡単な説明してます。それ聞いたら分かります、普通の人間。それが現実ですよ。安倍さんが泣きながら本当にないものはないんですって泣きながら言ってる映像を僕は家で見ています。だから他の人とは違う映像を一瞬見てるのかもしれませんが、一瞬だけ流れたんですけどね、報道の合間で。他の人たちは気づいてないだけかもしれませんし、見た人たちは他にもたくさんいたのかもしれません。総理でも、その、挫折しそうになるんですよ。世の中の現状ね。もうどこからどうしたらいいのかっていうことになってしまうから。だけども僕は明確な解決案を持ってるんです。少なくとも、ないよりは、90% 以上で、あった方がよい。答えは58番。
以上です。皆さんチャンネル登録と、YouTube にアップロードした時の着信履歴が、来るように、周りの人に聞いたり販売店の人に聞いて、設定してください。重要なことたくさん述べています。それでも皆さんまだテレビ出たいですか？何か本当の技術がなかったら無理ですよ。本当のことをしっかり言う人間じゃなかったら、ね、大変なことになりますよ。以上です。